ミクラーシュ・イェリネクは、スロバキアのバイオリン奏者、ケジュマロック出身。1943年から1946年まで、ブラチスラバ音楽院で、ティボールがシュパレクにバイオリンを指持しつつ、1945年から1947年まで、ブラチスラバ放送公共楽団の団員を務めた。1947年からブダペストに留学し、リスト音楽院で、 エデザトゥレツキーの訓導を受けた。1949年に帰国後は、新設されたブラチスラバ部台芸術アカデミーでガシュパレクの指導を受けつつ、1951年までスロバキアフィルハーモニー管弦楽団に団員として所属し、1951年にはブラチスラバ部台芸術アカデミーの講師となった。1953年にアカデミーからディプロマを取得。 1957年にはザルツブルクで開かれたアンドレジェ・ルトレルのマスタークラスに参加し、1961年から1964年までウィーンでリカルド・オドノポソフの個人レッスンを受けた。1965年にはブラチスラバの職を辞し、ザールブリュク県放送交響楽団のコンサートマスターに就任したが、 翌年には、スウェーデン放送公共楽団のコンサートマスターに展示、1967年から1990年まで、ケルン・ギルツェニヒ還元楽団のコンサートマスターを務めた。1971年から1991年まで、ケルン音楽院の助教授を務めた後、1992年には、ブラチスラバ舞台芸術アカデミーに助教授として戻り、 1996年には教授に昇格した。2002年からはジリナ大学人文学部の音楽科の教授を兼任。2016年には故郷のケジュマロクから名誉市民の称号を贈られた。ありがとうございます。